ゲッターホーンとは、スイスのベルンアルプスにある山の名前ですが、その名前を冠した犬種も存在します。ゲッターホーンは、スイスの牧羊犬として、古くから飼われてきた歴史ある犬種で、その外観や性格、飼い方について紹介します。外観、ゲッターホーンは、中型から大型の犬で、体高は50から60センチメートル、体重は20から30キログラム程度です。羽毛は長くて、ふさふさしており、白や黒、茶色などの単色や混色があります。耳は垂れ耳で、尾はふさふさした巻き尾です。頭部はやや細長く、目は小さくて丸く、表情は知的で優しいです。性格、ゲッターホーンは、忠実で従順な性格の犬です。主人に対しては、愛情深く、家族に対しても友好的です。牧羊犬としての本能が強く、群れを守るために勇敢に戦うこともありますが、基本的には穏やかで温厚な犬です。知能が高く、しつけや訓練もよく覚えます。ただし、頑固な一面もあるので、しっかりとしたリーダーシップを示す必要があります。飼い方、ゲッターホーンは、運動量が多い犬なので、広いスペースと十分な散歩が必要です。また、羽毛の手入れも重要で、毎日ブラッシングをして、抜け毛や絡まりを防ぐ必要があります。ゲッターホーンは寒さに強い犬ですが、暑さに弱いので、夏場は涼しい場所で休ませるようにしましょう。健康面では、関節炎や股関節形成不全などの遺伝的な疾患に注意する必要があります。まとめ、ゲッターホーンは、スイスの山岳地帯で生まれた牧羊犬で、美しい外観と忠実な性格を持っています。運動量や羽毛の手入れが多いですが、それに似合うほどの魅力的な犬種です。ゲッターホーンと一緒に暮らすことで、あなたの生活にも楽しさと癒しをもたらしてくれるでしょう。